こんにちは。群衆シミュレーター、クラウドシミュレーターっていうゲームが、なんと84円で売ってました。ゲーム実況でなんか見たことあるぞ、この子。そうそう、群衆をシミュレートしていくの。群衆の一人に溶け込んで。なあ、これはまずエレベーターの中に入ればいいんだね。もうすでにエレベーターの中に何人かいるな。この中に入らないといけない。なんで俺が最後尾なんだ、これ。一番分が悪い。ただ、もう一人の前に入り込めてる。オーケー、入り込めてる。押し込んでもらってる。なんか、めちゃくちゃ運がいいんじゃない、これ。入り込めたぞ。おい、いいのか、これ。入り込めてるぞ、俺も。待って、押し出されるとこ怖いな。非常に、ずっと押す、お、な、な、進んどくぞ、お前。くんな、お前。ちょっと妨害してみるか。くんな、お前。お前は入れないから、絶対に。やばい！あ、体が、ちょっとはみ出てる。大丈夫か、これ。早く行け、エレベーター。早く閉めるボタン連打しろ、誰か。押してください、今すぐ。これ、全員が入れる未来はないのか。あ、入れたね。あい、最高ですよ。うまい。やばい、俺の手がなんか出てきてない、これ。おー、俺の左、右手が出ない、出てきてる。右手が出てきてる。か、落ちてる。大丈夫？なんか俺タップしてる。めちゃくちゃ助けてあげて。あ、これ余裕か？俺もしかしたら群衆を乗りこなす才能があるかもしれん。何これ？これはどうすればいい？どこ行けばいいんだ？とにかく進んでいけばいいのか。右に右に。長者まだどいてくれ。ちょっと遅刻しそうなんです。どいてください、頼む。なんか来てる、前からも。前からも俺と同じような境遇のやつが来てるが、走るボタンとかないんだ。お前が押すと、群衆を押すと、俺の通り道がなくなって、やべ、挟まれちゃってる。ちょっとこいつら自我ゼロかよ。お前らちょっと避けてくれ。お前らの方から避けてくれ。俺が避け、倒れちゃってるよ、一人。やばい、前から群衆が、大量の群衆、修学旅行生がいっぱい来てる。ちょっと待って。どいてくれ、お前ら。この車道側はいけないのか。車の間を縫って行ったりできない。できないか。ダメだ、車の間を縫っていけないから、もう歩道を歩いていくしかなくて。だと余裕だ。わあ、もう抜けた、もう抜けた。ほんで、どんどん右に進んでいけば、危ない。普通に、めちゃ走ってる。車一切動いてない、俺のせいで。大丈夫そう？大丈夫そう？忙しい。あー、満員電車だ。これはもう日本人なら経験済みですね。今度満員電車のシチュエーション。え、もう湧いてる、湧き出てきてる。なんか目の前から出現してるんだけど。中から出てくるとかでは、なんか、これに乗んないといけないってこと？こんな鬼畜仕様ある。あ、でもあいつらに押してもらうか、一緒に。いや、一生出てきてるやんけ、こいつらが。他のドアは開いてないのか。なんでこっから、ここしか開けないから、こっからみんなが出てくるんだよ。アホなんか、日本の電車、通勤。おい、こんな通学はありえないから。湧き出てきてる。こんな、もうちょっと列作れよ。出てくる人優先で、ああちょっと列作ったらもう一瞬でスピン締められた、その隙を見て。最悪や。ちょっと、電車の鉄則を守ってみようか。まず出てくる人優先で。これだって入り込めないよな、まず出てきちゃってるところに。同時に入り込むなんて無理だから。ドアがちっちゃすぎるの、人一人ぐらいしか入れない隙間だから。あ、で、こいつらに乗じて、なんか一緒に入ろうとしてくれてるやつに乗じて、俺も入りたいんだけど、その力がぶつかり合って、出る力と入る力がぶつかり合って、やばい。これ一生入れなくないか。入りますよ。すいません。ちょっと、この電車乗んないと遅刻するんで受験なんです。ちょっと受験生置いてくださいもうなんでこんなの、人身事故やろ。しかもそんなに張り付いてたら、最初のうちが肝心なのかな。このぶつかり合ってない、この、今の時間、後ろから、この入ってくる力加わると、ここでぶつかり合って波、になるからな。ここい、ちょっときつくないか、これ入れなくない？まず俺動けなくなっちゃった。腕が挟まっちゃった。電車のドアに。最悪これ。事故だよ、これ。入れない。ちょっとお前ら、譲り合いの精神、日本人だろ。お！入れた！あ、ほーら！あ、これ人身事故。挟まってる。大丈夫そう？あ、なに？電車の中でもまたなんかやんないといけない？これ、なに？進んでいかないといけないのか、車両。あ、これ無理だろう。ちょっとスペース作れや、歩く人もいるかなっていう。まあ、満員電車だったら無理だよね。満員電車で動く方が迷惑なんだけど、本当は。これ無理じゃない？普通に無理なステージ来てない？おら！あ、これ絶対無理だろ、こんなもん。だって、人が詰まっちゃって前進できない。ちょっとずつ進めてるか。あ、そこのドアから出ないといけないんだ。これはやばいやつのふりして行くしかない。どいてくれ。おい、こいつらマジで。恐怖という概念がない。あの、臆するという概念。おいおい、お前、本当に、ぶっ飛ばす。お前ら、殴るコマンドないのか、こいつら、ぶっ飛ばせ。もう、なんでこいつ自分の位置を死守して動かないの？あ、でも、いけてるぞ。でも、ドアの方まで近づいてきた。これ、どこにいればいいんだろうな。ドアのとこ行って、あ、オッケー、来れたぞ。ん？ここにいとけばいい？駅に到着するってこと。あ、こっちかい。出口、こっち、下だった。おい、出口のアナウンスしてくれ。こいつらをどかしていけ。いけるよ、あと一歩、あと一歩来た。これ連打した方がいけるかもしれん。これ群衆に巻き込まれた時は、え、これ何これ、バスに乗るってこと？インドのバスや。屋根の上まで乗ってるわ。店員、
120%。ダメだ、群衆の中に紛れてついていくと、こいつらに押し込まれて。ね、俺が抜けた途端お前らスムーズに動き出すの何これ。こいつらに埋もれていくと、身動きが取れなくなるから、こいつらからちょっと距離を取って、隙を見計らって入っていく、こうやって。うまくね、俺。え、これ動いちゃってるから乗れなくない？反対側にドアあったりする？こいつらが、いいよ、群がって離れ、なんで俺がいなくなるとスムーズに動き出すんだ、こいつら。妨害しに来てるんだ、100%。俺を妨害するためだけにお前ら、おい、バス早すぎて行っちゃうんだけど、無理だろ、これ。追いつかねえって。やばい、停留所みたいなのある。お？停留所止まったりしてくれる？追いつかないって、このバス、もうすでに。あ、負けた。もういいんじゃないか、ご停留所まで歩いてこれたんなら。俺、群衆、お、いいよ。隙を見計らってこれた。前のドアから、試みるか。やばいな。これむずくない？前から、こっから乗れるんじゃね？乗れないか。これどっから乗んの？マジで乗れないんだけど。お前、膝カックしてくんの危ねえ。バスに引かれちゃう。こいつがめちゃくちゃ掴んでくる俺の体。何こいつ。なんで妨害してくんのこの人たち。やばいでしょ。ちょっと、お前マジ掴んできてるやん。お前マジ掴んできてるやん。そう、何妨害してるの、お前もプレイヤーなのか。最悪や。これ絶対無理やん、こんな。だって掴まれたんだけど、意味わかんねえ。だからマジ、群衆の中に入り込んじゃダメなんだよな。絶対にダメで、避けていかないといけない、こいつら。で、こっち側にも入り口あるやん。ほら、やっぱり。あ、じゃあこっちから乗った方が楽やん。いや、乗れないんだな、それが。ジャンプしないといけないのかな。段差があってなんか乗れないんだよな。で、バスが人間の歩くスピードとあんま変わんないから歩いていけばいいじゃん、もう。みんな左から乗ろうとしてるから、逆に右から乗ろうとしてる奴がいないから、ここがチャンス。ここがチャンス。乗れなくない？このバス。左から。左に向かって乗れた！乗れてるよね？これ。乗れてるよね？なぁ！は、無理じゃん、今ら乗れてないなら。何が乗れてる判定なんだよ。すり抜けて出てきちゃったんだけど。お前、またお前邪魔してきてんか、俺のこと。今乗れてたよね、完全に。やっぱ前から乗んないといけないのかな。前の扉、あ、乗れた！あ、完璧に乗れた、俺へ。立たないといけなかったのか。人生ゲームのピンみたいな乗客が。はい、立って乗ってますから、バイバイでーす。潰し合い、お前ら、サラリーマン、バカみたいに。あ、一人乗れてるじゃんと、偉。これが勝ち組の景色か。余裕でした。さっきのは何だったでしょうね、一体。はい、出社ー。最高。はい、ウィナー。優越感あるな、群衆を越えて行った先の。何これ？スーパーマーケットや。スーパーマーケットでどうせ行っちゅう。ん？どうすればいいの？スーパーマーケットで。あ、何かバイクある。何これ？でも、掴めたわ、やっぱり。あー、バイク欲しいな。これ、バイク乗れたりすんのかな？バイクを取れってことは。ちょっと、お前何？俺の、専属の妨害プレイヤーいる。あ、バイク、店の外に持ってけばいいんじゃね？お前、ほんとにね、俺のバイク、おい、二人がかりでやめろ、二対一やめろ、この構図卑怯だぞ。俺の方がでも腕力強いから引きずっていけるわ。人間二人を引きずっても臆さない、俺動じないぞ。おい、邪魔すぎるお前ら、本当に。ねえ、なんで、掴むの？バイク乗って引き殺せ、こいつらのことマジで頼むから。一旦、離れて、後ろから引きずろ。こいつらが、いない死角から引きずれば。おい、もう張り付いてくる、ベタ付け出してきた、こいつ。あ、もう一回掴んだら。お前一緒に手伝ってくれる？何？急に協力して。うん、騙されないぞ、お前には。協力するふりをしてお前は持って帰ろうとしてんだろ。バイクは俺のもんだ。これバイク持ってけばいいんかな？何にも説明を見てなかった、ゲームの。バイク、手に入れたぞ。お前まだ諦めないんか？お前店員か、もしかして。俺悪者か、もしかしたら。先着順。お前、本当に、ま、やばいよ。転売屋の構図だな、これ。海外の。あれだな、レゴブロックに飛びつく転売屋の構図だな。見たことある、ツイッターで。クッパのレゴブロックに飛びかかる大人たち。転売屋たち。醜い構図。アイバイクバイクゲットできた。こういうことじゃないの。あれ？Google 翻訳してようやく気づきました。金庫を外に出すのか。これだ、金庫。俺なんでバイク出してた？あの時間は何だったんだ？ってことは、この段ボールの方から出さないといけないのか。これがめちゃくちゃ邪魔だな。まあ、いいか、出せるわ、これ。棚はあれ動かないから、しかもこいつらバカみたいにそこで詰まってるから。あいつらが来ない隙に。あ、金庫軽いね、意外と。押していけるわ、体で。体で押していける。待って。体の操作がお前すり抜けてくんなよ。金庫は俺のだ。くんな、お前。はい、すり抜けた。あい、余裕。あい、お前らは無能。無能警備員でした。はい、さよなら。はい、残念でした。はい、もう、やめてくれ、掴むの。俺、すごくない？俺、もう、ちょっとつ申し、あ、もう一瞬で余裕か、お前ら。はい、バイクより簡単。ゴール、ゲットユアカー、アウトオブザ、トラフィックジャム。
この渋滞を抜けて、俺車だ今回。これ出れるの無理じゃない、これスピードに乗るから。でも結構スピード出せるなこれ。あ、スピード結構つくねこれ。結構遠くから発射すると、もうスピードに乗っていくか。車の運転だ。はい、オッケー。これいけなくない、こんな場面ないが。大渋滞すぎるでしょこれ。最悪、超イライラする。これでも、見極めようか。右と左どっちから行くか。左の方が空いてそうだね。超うるせえ。もうこんなクラッシュになってもどうにもならんだろう、もうこれ。押し込むしかないよね、これ。超うるせえ、マジでこいつら。この、まず救急車を押し込んで。で、この隙間を行きたい。そう、左に行きたいから。超指疲れる、これ。指に力入れる必要ないんだけど、指に力入るわ、これ。はい、群衆を避けていく。ちょっと渋滞やばいて。左、右。はい。左、前。ふふふ。おいって聞こえるな。中で怪我してるやついるんじゃないのか知らないもん。こんなに渋滞してるのか悪い。やっぱ左が来て正解だったかも。右やばそうだね。おりゃ！そこに入り込みたい。はっ！事故の音だ。遅刻しそうなんです、俺。先に行かせてください。緊急車両通ります。警察のフィズムか。緊急車両通ります。はい、緊急車両通ります。前右に寄って。通りを、はい、通ります。はい、危ない、緊急車両通ります。はい、右に寄ってください。緊急車両通してください。こんな前、大事件、これな渋滞したら、もう何人か怪我人いそう、すでに。いや、この隙間を取っていくか、真ん中通ります。いいね、この真ん中通っていく判断。で、この隙間を縫って、左、右、左、真ん中通っていって、で、この真ん中と右の車の間を縫っていきたい。あい、うまいぞ。うまいな、俺、真ん中縫っていくから。このスキルうまい。めちゃくちゃうまい、もう空いてきた。そしたらば、この上まで行っちゃって、で、この上の隙間が相通ります。うますぎ、お前らバカすぎ。この先が何にも渋滞してない。なんで渋滞してんだ、お前ら。誰もいなかった、車。バスケットゴール。ゴールキック、あ、ゴール。どっち俺のゴール。パパは何知らんけど、なんで意味わかんない。俺蹴ってない。羊、羊から逃げて、牧場の外に出たいんだ。なるほど。こいつら出口に向かって歩いてってんのか、もしかして。あそこか？あの木のとこだな、ゴールっぽいな。くっさいなぁ。羊場だらけで。気持ち悪いな、潰れすぎじゃない、お前ら。おい、くっさいなぁ。餌の気分、俺。ちょっとこんなに大変なのか、農家さんって。まあ俺、羊のショー見てたから、羊の扱いには長けてる。羊の間を縫っていくのには長けてるよ。おい、うまいんじゃない？全然進めてるわ。人間より楽勝だわ。人間は、ずる賢い知能があるから、なんか掴んできたりするんだよ、胸ぐらを。それがないから羊は、動物とはやはり気が合うようだ、どうやら。はい、抜けれた。はい、余裕。ちょっともう抜けれた。はい、これでゴールだ。はい、うまい。バイバイ、羊ちゃん。キルは100ルーブラーズ。何？キル。倒す。うわ！この、羊泥棒を倒すってこと？ちょっと俺の羊触んな。俺の、100人倒さない。100人抜きか、俺。触んな、俺の羊に。俺が丹精込めて大事に育てるの、羊子な。もうちょっとで毛が枯れるシーズンなんだけど、触んな、お前。ダメにすんな、俺の商品。商品じゃない、家族。お前、全然持ってかれない羊、俺の。しかも、強いわ、めちゃくちゃ俺。こんなに大変なのか、ペットを守るってことは。家族を守るってこと。おら触んな、ちょっと誠意。やば、めっちゃ握力強い。腕力やばい。邪魔だな、死体が邪魔だな。死体が邪魔で進めないな、俺。どっかぶっ飛んでほしい。あ、消えてく。こいつら何しに来て。もう100人集まってからポン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 やってった方が楽なんじゃないのこれ。気づいた俺は。あ、カウンター出てるやん、左下に。あと40人もいないといけない。40人早く来い。ぶっ飛ばしていく。このスキルがな、普段から使えたらな。家族を守るときにしたら、この力発揮できないのが、難点、このゲームの。クラウドシミュレーター。うわ、これエスカレーターのステージとかでこの腕力出てたらな。触んな、最後に。どりゃ俺の羊に。触んな。はい、オッケー。何これ、島の上に居続けろってこと？何人かもう、落ちていってる。まあ、全員落とせばいいんじゃない？こんなもん。島の上に居続けるのが多分ね。サメに狙われちゃってるから。助け合えばいいのに、こいつら醜すぎ。なあ、クジラ来た！あ、危ねえ！何これ、空飛んでるやん、クジラ。大丈夫っす。ホールガイズみたい。落とし合ってるわ、こいつら醜いな。これ、俺が戦いを放棄することによって、みんな、なだめれるんじゃないのか、ワンちゃん。説得っていうのも大事だ。お前ら助け合うことが大事なんじゃない？これ、
やばい、クジラ来てる。あぶね。何人か落ちた。あぶねえ。はい、うまい。俺は生き残るぞ、最後まで。大丈夫そう。バトルワイヤルだな、これ。助け合おう。あ、一人落ちた。もう諦めたやついるんだ、生を。ね、この端っこで。かわいそう。こ、あ、落ちていく。さあ、来るぞ。クジラ、あ、余裕で。なーんで、そんな、もうちょっとなのに、あぶねえ。あい、生きてる、あと3人しかいない。ああ、さあ、一人かわいそう。俺とお前は手を取ろう。もう二人になった。これはもう殺し合う必要がないね。二人だからもう余裕だわ。はい、人間の醜さでした。人間の醜さシミュレーターで、この端っこにいとくのが大事なのか。俺が最後の一人です。はい。最後の一人に勝ち残った。あ、うま。勝ち残り。最後の一人になればいいのか。なにこれ、中やん。え、中やん。中から外に出るのか。はぁ。ま、一回中に入れちゃっていいんじゃない?もう、全員ね。外に出る力は後からでいいんじゃない?おーら、余裕でできる。この譲り合いの精神が大事だ。やっぱ日本で培ったこの譲り合いの精神。お先にどうぞの精神。入る。降りる人が優先なんだけどな、本当は。お前なんやねん、もう入れてるからいいだろ、邪魔してくんな。この譲り合いの精神ね。ん?何これ?え?金庫持ってこいってこと?また金庫持ってくんのか、これ。さっき運んできた金庫を持ってくる中に。ちょっとやめて。もう、これ入れたいな、俺。この荷物を。なあい、うまいわ、もう、なんか。早くドア閉めて。もうドア閉まったらいけんじゃん、これ。はい、入り込めてまーす。金庫も入り込めてまーす。超迷惑そう、俺。超迷惑客。はい、閉まった。はい、余裕。また金庫持ってくん俺、これ。ほど、横断歩道。だるこれ。もう全員渡らせてからでいいんじゃない？やばい、時間制限なんだ、これ、多分これ。青信号の時間制限。これ無理だろ、金庫なんて持ってくとか。なんで金庫持ち歩いてんの、俺。お前ら、ほんとにアホなの？ねえ、譲り合いの精神はどこ行ったの？正面から衝突することしか習ってないのか、お前ら、小学校で。譲り合って、それか、もう道分かれて右は通行とか決めてくれるルール。あ、いけてるわ。なんか群衆より強いわ、俺の力。ちょっとこれ金庫を持ちながらっていうの無理じゃない？金庫でも持ってかないといけないのかな？あ、いいよ。押してくれてるやつがいる。手伝ってくれてるやつがいる。心配さ、なんで負けたんだ？意味わかんない。通してくれ。これ大事な商談で使うんだ、金庫。商談で使うんです。いけてる！ちょっと！もう終わっちゃう！もう渡れるだろ！邪魔すんな！邪魔する係がいる。ライバル企業のやつが邪魔してくる、大事な商談に。お前ら右から出てってくれよ、頼むよ。もう、しめじたち。金庫はま、直前のとこまで置いといて。で、俺が直接行って群衆をちょっとかき分けて、溝作ってから行くんじゃないこれ。ね、俺が入ることに若干ほら、かき分けれるから、隙間を作れんだ、俺が、ほら、ね、介入することによって、この、あ、スムーズになった、ちょっとだけ。ほら、ほら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 、渡れた渡れた渡れた。お、いけるいけるいける。もうあれもう渡ったんだから邪魔すんな。この、なんか、おい、引っ張ってきてるやついる後ろからふざけんな、お前ら。渡ったやん。何が憎くて俺の邪魔してくんの。おい、あ間に合ってるやんけ。で、ここら辺をちょっとかき乱して、で、スキペースを作って、ほら、ちょっとね、お前、なんか持ってかれてね、盗まれてんだけど。おなんでやねん、盗んでるやついる。金庫触んな、お前ら。興味持つな、俺ね。俺に興味を、信号掴むな、お前。それ、信号掴んでる。え?止まった。俺、信号のカウントダウン止まった。なんかバグった。あ、よかった。バグった。え?なに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 ?なに?説明して。意味わかんない、意味わかんない。こいつらから逃げればいい?説明してくれ。Don't save fall。落ちなきゃいいのか、この。端から。ねえ、なんでこいつらは邪魔してくんのさ、俺のことを。何か恨みでもあるんか、俺に。ちょっとやめて、押すの。押すのやめて。左から行こう。一人つまずいてるから。つまずいてる隙間縫って、うま、俺。はい、うまい、うまい。群衆をいなしていくのがうまい。触んな。触んな。おい、くんな。じゃ、左。左。左行こう。右行こう、右。はい、うまい。誰もいない方向に向かってただひたすら歩いてくるの。こいつらちょっと頭使ってきてる。でも全然進んでいけてるわ。まっすぐ歩いていこう。おい、ほんとにだるい。触んな。あい、うまいうまいうまい、うまもう完全に切り離、おい、すりおろした、あいつら。突き放した。あい、うますぎ。あと2秒。早く終われ。あい、うますぎ、俺や。なにこれ、飛行機や。え?飛行機に乗っかる?ってこと?は?無理じゃない?なに?金庫も持ってかないといけないの?これもしかして。
ちょっとじゃ、あお前、本当にムカつくな、こいつら。いや、無理だ、追いつけねえ。死んでる奴もいる。金庫持ってかないといけないのかな。ピロって生えてんな。これに捕まん、めっちゃジャンプできる。何これ、すごい。どういうこと？あれに捕まんのかな、ゾンビたち。お、あ、あいつも掴んでる。あ、なるほど、わかったわかったわかった。オッケー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 。結構ジャンプ力今回高いから掴めるんじゃない、多分これ持ったまんまで。邪魔してくるやつがいいんだよな、めちゃくちゃ。掴まれるんだよな、こういうやつらに。なんで邪魔してくんねんお前ら。あ、いいよ、いい感じ。すり下ろして、すり減らして、俺一人だ。いい感じに邪魔者がいない。お前触んな、後ろから。さ、これさ、掴めんの、あの飛行機も。お、どういうこと。あ、終わった。84円にしてはだいぶ楽しんでない俺84円史上一番楽しんでない。あー、このサラリーマンに捕まるんかな今。ねえ、今掴めてたよね、完全なる。あ、でもまだ続けれる。おい、いけんじゃねこれ。あいつらみんな前行ったわ、俺の。バカ。あーい、バカ。ケツに捕まってる。あー、これでいけるか、多分。触んなよ。邪魔してくんなよ。もう早く飛行機飛び立ってくれ。このゾンビたちから。逃げたい、俺は早く。すごいことになってる。こいつ、おじさんの人も金玉ぐらい金玉掴んでる。いや、ちょうどいいところ掴んでるわ。グリップ掴んでる。グリップしてきた。うーわ、やべえ、指離しちゃった。いやー、指離しちゃった。最悪や。最悪、油断した。何人かはさ、いや、群衆通りの行動してるやつもいるんだけど、何人かは意思を持って俺を妨害しに来てんだよね。これがマジでムカつく。こいつらなんか、ねえ、で、握ってる、来てる。今見た？完全に握ってた。俺ジャンプボタン押してたのにジャンプできなかった。握られてた、普通に。うーわ、むずい。いいかも、めちゃくちゃ。めちゃくちゃいいかも。もう、おっちゃん視点で行こう。おっちゃんの奥行きつかみ視点で。行こう。真下に来たぐらいのタイミング。あ、いけんじゃねえ、もう。つかんだ！いけるぞ、それはもう絶対、もう指離さない。絶対に指離さない。これは絶対。めっちゃ指に力入ってる、今。めちゃくちゃ怖い。いいぞ。もう両手で掴んでるわ。ねえ。両人差し指で掴んでる。もう絶対に指離さない。行くぞ、おっちゃん。俺たちは逃げるんだ、この国から。このバカどもを置いて。バイバイ。あー、今までありがとうね。いっぱい遊んでくれ。妨害してくれて。さあ、もうおっさん腕大丈夫か、お前。こう、ブラッってなってる。大丈夫そう。耐えてくれ。せめてこの発着場から飛び立つまでは耐えてくれ。バイバイ。うわー、抜け出した。ありがとう、おっちゃん。急に疲れる、これ。群衆疲れない。羊だ。羊の胸。トラックにまた追いつかないといけないのか。な、音楽かわいいな。てか、ミュージックオフにしたはずなんだけど、音楽流れてるな。まあいいか。え、羊はもう余裕だよ。人間のような悪意がないから、悪意のない生き物。純粋なる生き物だから、何も妨害されないわ。すごくほのぼのしてる。さっきとは追って変わって。やばい、大違いのステージだ。最高だ、これ。あのトラックに追いつけなくね？え？追いつけんのこれ。トラック早くない？めちゃくちゃ。追いつけなくない？まあ、俺はただ、信じて、前進するのみなんだけど。トラック行っちゃった。お、トラックだんだん近づいてきてるように見えない。うわ、すげえ長い道のりだ、これ。何この長いだけのステージ。追いつけるんか？トラック、負けた！なんでやねん！お？羊のケツ叩いたらなんか走ってった。は？その羊に捕まっていくんじゃない？羊のケツを叩くと、お、走っていく、すごい！だ、この羊に捕まっていくのか。なるほどね。これで追いつくわ、トラックに。それ言ってくれないとわかんない。うわぁ、陥没、お前さ、交尾すんのやめ。動物特有の突然なる交尾やめて。これでくっついていくんだ。見つけました。これ言ってくれないとわかんない。これでトラクター追いつけるわ。俺走って追いかけてた時間何あれ。え？止まってたよね、今。バグったよね。お前。バグるな、急に。俺が邪魔なのか。上にちゃんと乗っかってやらないといけない。なんだっけ、姉畑信徒だからな。あー、俺をすり下ろすな、羊、待ってくれ。うーわ、最悪。すり下ろされた。あ、でも追いつけるわ。多分待ってくれてるわ、飼い主。なんだ、待ってくれてると思ったら進み始めた。うわ、これ待って、やり直そうか。お前は？あ、お前は連れててくれそう。あーい、相棒見つけた。相棒を見つけることが大事だ、これ。こいつが連れててくれるらしい、ゴールまで。いやー、結構羊の速さと等倍じゃねん、これ。トラクター。大丈夫そう。追いつくか。で、これトラクターをどうすればいいの？なんで止まっちゃうねん。お前、なんで止まっちゃうねん。
なんで止まっちゃうのこれ。たまに止まっちゃう。まあ休憩も必要か。走ってるモーションではあるんだけどな。止まっちゃうんだよ。あ、でも追いつけそうだ。ほら、追いつけた。で、トラクターの後ろに乗るんかな？後ろのこのワゴンのところに乗るんか？それだって。とりあえず追いついたわ。オッケー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 。じゃあ、ちょっと追い抜いたくらいのところで離して、飛び乗ってみるわ。行くよ。離して、飛び乗る。お、乗れてるこれ。いや、乗れてないね、絶対に。もう一回もう一回。ちょっと待って、もう一回もう一回。もう一回いけるよな。お前いけるよな。お前本当にここで裏切んのやめてくれ。反没してるやついるやん、トラクターの中に。大丈夫そうか、あいつは。あいつが心配だ、俺はとても。オッケー、じゃあもう乗っかりに行ってみるわ。これで乗っかれなかったら嘘だよ。いやー、嘘でしょ。乗っかれたよね、絶対に今。もっと近くでジャンプしたら入れそうだね。それかもう前から入りに行くか。トラクターの前から正面衝突して入りに行くか。いけるか。こっからジャンプ。うわー、うまい、入れた。何、金庫乗っかってた上に。おわ、やった、入った。こういうことね、金庫と一緒に入ったわ、最高。え、何、負け。あの金庫トラックから奪わないといけなかったのか。何だったん、待ってる時間。俺ゴールまで結構長いこと待ってたよ今、トラックがゴールに入るまで。超ムカつくわマジで。謎ゲーすぎる。金庫をとにかく自分のものにしないといけないんだね。歩いてってみるか。金庫をジャンプして奪い取って、うわ、勝った俺のもんやー。